スタジオ VK ラジオ準備室です。今週もよろしくお願いいたします。この番組はローカルタレントを目指して早10年の私神永拓海が辺境の地秋田でどのように死を迎えようかという生存層音声悪ガキコンテンツでございます。どうぞよろしくお願いいたしますか。もうね、今雨が降りしきっておりますが、収録がですね2週間ぶりということで、先週はだいぶ前に収録したものをお送りしておりました。1週間ちょっとね出張をしておりまして、青森、岩手、秋田の県南ということをやっておったわけですが、まあな、ご存知の通りということで、まあ存じ上げてないとは思うんですが、いずれもメディアに出る仕事ではないということで、お疲れ様でした。疲れただけっていうことね。最近よく勘違いされることがあるんですけれども、こう名刺をね配ったりですね、まあ営業みたいな感じで名刺渡したりですね、いわゆるその先輩タレントさんとかね、先輩カメラマンさんとかね、先輩 AD さんみたいな、まあ人がいらっしゃるわけですけど、そういう人がね、神永くんはまあカメラマンやってますからみたいな、ね、よく言っていただくことがあるんですけど、タレントですので同業者の人にももう認知されてなかったら終わりですね。一応応援していただいてる気持ちですとか、非常にありがたい、後押ししていただくとか、その背中を押していただけるのは大変ありがたいんですけども、一応第一優先はタレントでやってますので、なんかもうタレントじゃないみたいな、その扱いだけで、ね、やめていただきたいということでですね、今警報が出ております。もう地元にですね、うるさいやつがですね、いるという警報が出ておりますね。これ不審者情報がですね現在ちょっと発令されておりますので、皆さんですね、イベントなどの仕事なので、タレントになりたいなどと言い張っているカメラマン、スイッチャーなどのですね、あとそれに値する仕事をしている人物は神永と名乗っておりますので、そいつにはですね十分注意していただくように、お願いいたしますということで、こうね、スタッフがいないとですね、こういうくだりやると若干寂しいんですけども今宵も一人で、ラジオをお送りしてまいりますということで、今週もどうかよろしくお願いいたします。スタジオ VK ラジオ準備室です。もうね、声がキモいという声をたくさんいただいておりますけれども、さすがに声帯を切除するわけにいきませんので、このままでお送りしたいなと思うわけですが、1週間のねもうダメなのがね分かると思うんですけども、地声がこれしかないので、もうね地声が高すぎるんですよね基本的に。だから男性からすると耳障り、女性からすると甲高くてうるさいということでですね、私はだからまあ実質こう LGBT なんじゃないかっていうね気もするんですが、まあそれは置いといて、昔B の方とね付き合いしたこともありますのでね、そこ置いとくんですが、まあいつか話せる日が来るといいなとは思うんですが、まあそんなこんなをね思い返すような長い時間がですね、この忙しい出張の中にもありまして、というのもですね、私この日帰りでね仙台に行くという、もうめちゃくちゃ忙しい日があったんですけど、また注意報がちょっと出ておりますけれども、忙しいふりをしていますがメディアの仕事ではないということで、謹んでお詫び申し上げますけれども、これね謝罪会見に出たら一重にね、もう生きててすいませんって謝りたい今日この頃なんですが、まあいろいろね事情がありまして、その知り合いがですね仙台に出張するみたいな話をちょうどしてたんですよ、ご飯食べてる時に。でご飯食べてる時に、そのちょうどねなんかスマホを、ね、何気なく見たら、なんか新幹線が止まってるらしいみたいな話になって、知り合いのディレクターの方だったんですけども、どうやら新幹線が止まってるらしいなと、なんかその沿線事故みたいなやつでね、これ困ったなっていうことで、まあその今日のうちはその晩飯を食べてたんですけど、もう今日のうちはちょっと動かなそうだなと、こういうニュースだったんですよ。いやもうどうすんのみたいな話に、まあ4人くらいでね飯食ってたんですけども、
どうすんのみたいな話になって、でもどうしてもその人は翌朝に仙台にいないといけないと。かといって高速バスももう最終便は出てしまっている、新幹線は動かない、朝一で行っても間に合わないとなると、これどうしたものかなということになりまして、まあ考えられる手段としては、まあヒッチハイクか運転していくかしかないじゃないですか。で、運転していくことを考えますと、その当日の感じでいくと、その本人が運転するのは難しい状況にあると。いう話なわけですよ。ちょっとそこはね、私はそんな聞いてなかった。多分だからその分かんないけど、多分その車が使えない状況にある、誰かに貸してんのか、なんか別のもの積んでるのか、その分かんないですけどもね。でとにかくその自分自力で行くことだ、お酒飲んでたのかな分かんないけど、自力で行くことはできないということでございまして、もう誰かがじゃあもう運転して連れてくしかないんじゃないかみたいな話になって。若干不穏な空気は流れたんですけど、じゃあ俺やるよと。いやいやいや、じゃあ俺やるよ、じゃあ俺どうぞどうぞということで、上島さんのね、ご冥福をお祈りするわけですが、まあ私ではなく流れ上なんか俺が運転したみたいな感じで喋ってましたけど、俺ではなく、一番年下のですね、方が責任を持って、じゃあ運転させていただきますということになりまして、19のですね、年下のですね、スタッフさんが運転していきますとなったわけですよ。これはでもね、それさらせられるとやっぱ私のこの角が立たないじゃないですか。僕も一応運転しますとは言ったんです。いや、もう困った時はお互い様だから運転しますとは言ったんですけど、いや年下の僕がね、ちゃんとやりますということでね、手を挙げていただいたはたわなんですけども、ちょっとやっぱり私が情けなさすぎるじゃないかとね。この31にして、このレギュラーゼロ本のこの低たらく、お笑いの活動も特に全くしているわけではなし、同級生からは配信などでイベントに呼ばれることもなし、手が長い婚活パーティーでは受けることもない、カメラマンの仕事をしているときはなんか若干姿勢が悪いから調子こいて仕事しているように見られると、おなじみのこの髪長がね、ちょっと角が立つじゃないかということで、私が起点を聞かせましてね、じゃあその途中まではその後輩くんがね運転するから、じゃあ帰りとかはじゃあ俺が運転しましょうと、その3人で乗ってってね、もうその途中は俺が運転しますということにしたわけで、まあ、3人で合同で乗っていって、1人降ろして、その AD さん降ろして、ディレクターさん降ろして、帰りはまあね、その後輩くんと僕でね運転していけば一番安全ではないかと。さすがにその1人でね仙台往復ってちょっとしんどすぎるだろうとね、困った時はお互い様だといえどもということで、話が長くなりましたが、仙台まで日帰りで行くことになったわけですよ。でまあこの車をね、その僕の車じゃないわけですけども、その車をまず出してもらって、でそのディレクターさんが最初まず運転で、まあ夜8時くらいだったんですけど、まあ、夜8時くらいの時点でまあ、インターチェンジ最初入って、まあそうですね、秋田から仙台ですとまあ300キロくらいですかね、直線距離で行くとなわけですけども、まあ最初のインターチェンジ入って、まあだいぶ眠いなとその助けるよと言ったはものの、だいぶ眠いなと思いまして、最初私その順番的に行くと、一番私が年上でございましたので、まあ私の順番はこう最後だと、3番目のこう大将としてね、先方時報大将戦だったので、最初はそのディレクターさんが運転して、次にその後輩くんが運転して、最後俺が運転するシステムで行こうかなという話になりまして、僕は最初後ろに座ってたんですけど、これちょっとだいぶ眠いなということでですね、私もまあ良くないなと思いながらも、その2人がね、話をしている中のがっつり目を閉じるといやでもその後の運転もありますからね、ということもありまして、がっつり目を閉じさせていただきましたの、適当に相槌を打つということをさせていただいたわけですけども、こちらでですね、緊急警報がね出ておりますね。大事な会話のシーンで入ってこないが炸裂しております
よくあるんですね。私、配信の現場ですとか、収録撮影の現場などですね、レポーターの方は基本的に僕、1対1じゃないとあんま喋らないというところが、まあ、3人になると後ろを歩いているでおなじみのね、私でございますので、やはりですね、この寝る姿山のごとしでございますから、まあ、大してかかってないことをね、うまい感じで言うっていう、このね、実力のなさを今見せつけているわけですが、だいぶこう寝てね、まあ、とりあえず、岩手くらいまで寝るかということで、グースかピーさせていただきましてですね。で、まあもう、3分の1過ぎたくらいからもようやく起きまして、やっていこうじゃないかということでやってたんですけども、まあその時点でまあ9時半とか10時前くらいでしたかね。10時前くらいに、まあその、一応目を開いてですね、会話に参加してたんですけども、もうまあそのもう、会話がですね、まあ盛り上がらないなということで、どうしたものかなということでございまして、もう全員疲れて仕事終わりでしたからね。疲れてましたので、全くこう、盛り上がらないんだということになりまして、そのディレクターさんの方が気を使ってですね、いろんな話を出してくれるんですけども、後輩くんも僕もですね、適当に受け流すということですね、ムーディー勝山氏もびっくりのですね、受け流し奏法をですね、披露していたわけなんですが、さすがにそれでは申し訳ないなということでですね、私がこのいかにね、親族から嫌われてるかという話をね、繰り出させていただきましたの、無事冷えつきですね。やっぱ寝起きにさ、エピソードトークとかするの良くないね。あんまハマらないよね、やっぱそういうのはさ。俺だけ肩ぶん回しても、俺だけほら回復してるからさ。一人さ、後ろで充電しちゃってるからさ。フル充電のやつがいきなり動き出してもうざいだけなんだよね。無駄だから。これ意味ないなということで、責任を取ってですね、私早めに交代させていただきました。宮城県に入ったくらいからですね、もう早急に私の、宮城県に入る前くらいからですね、早急に私の運転に変えさせていただきましてですね、お二人にも休んでいただいて仙台に到着したわけなんですよ。日付が変わるくらいですかね、仙台に到着したんですけども、その後輩くんがですね、仙台に行くのが初めてだったらしくて、その修学旅行もね、仙台じゃなかった、秋田の小学校はだいたい仙台に行くんですけど、仙台じゃなかったらしくて、当時ね、いやこんな大都会なんですねとか驚いたくらいにして、俺も久々にやっぱ夜の仙台見るとちょっとグッとくるよね。都会ってちょっと憧れるよねと思って、で大体秋田県人は仙台くらいがちょうどいいよねっていう、よくわからないあるあるでみんな共感するんですけど、行ったことも住んだこともないやつが大体言うんですよ。仙台くらいがちょうどいいよねって、お前は秋田がちょうどいいんだバーカっていうね話で、俺がね、胃の一番にやっぱ仙台くらいがちょうどいいよねって言ってあーはいとかって言われたぐらいにして、まあ適当にいなしてですね、その仙台にそのディレクターさんを送り届けたわけなんですけども、僕もやっぱ気が利かないなと思って今反省してるんですけど、せっかくその後輩くんがね、人生で初めて仙台に来てね、まあこれからまあその仙台をね、満喫しようっていう時間なわけで、せっかくね、意図せず仙台に来たわけですから、二人でこの仙台の夜をね、満喫すりゃいいのにね、ろくな場所にね、こう案内せず、僕はもうローソンでね、夜食を済ますというですね、この最低の行為を繰り出させていただきまして、まあお恥ずかしい話、このね、駐車場代をケチろうかなと思って、二人でね、なんか着替えの服でもとりあえず買うかみたいなね、話をしてたんですけど、とりあえずローソンでね、若干コーヒーをおごるみたいな、しかも、町外れのさ、仙台ですよ、人口100万都市の仙台の町外れの方まで行ってね、地下鉄駅5駅分くらいまで行って、そのわざわざ駐車場のあるところのコンビニ、トイレもあるところのコンビニまで行った上で100円台のコーヒーをおごるというですね、こうしてたんですが、やっぱここに私のこの解消のなさが出ているね、私の振られた理由の第2位が解消のなさでございますから、やはりですね、そういうのがこう本能的にね、普段からやっていることが日頃の大事な時の行いに出てしまうじゃないですか。あ、ちなみに第1位は喋りすぎですご存知の通りだと思うんですが、ということでですね、そのディレクターさんもしっかり、後輩さんもしっかりですね、全くおもてなしできることもなく、ただただ運転をさせていただきまして、でまあその後ね、夜は適当に満喫したんですけども、帰りのね、そのもう日がね昇るくらいのですね、もう何ですか、日が昇って昇りきったくらいかな昇りきったくらいのね、もう車の中はですね、全くもう僕がもう半分寝てた状態で、非常に危ないんですけども高速道路をね、ほぼ半分寝てる状態でねやってたんですけども、もう何ていうか、もう僕がね責任を持って帰りは運転させていただいたんですが、
後輩くんに運転させるわけにいかないなということで言いながらもだいぶ眠かったんで、なんとか目を覚ますためにもうなんか僕がなんか何を喋ったらいいか分かんなくなって、本能的になんかそういう時ってもう脳回転でさ、脳を全く回転させることなく無回転でさ、なんかトークするしかないじゃないですか。で最終的に僕もあの記憶が定かではないんですけども、あの自己肯定感がもっと欲しいって話をずっとしてたらしいです帰りはもう僕がね憔悴しきってて、後輩くんの方が休んで回復してるので、後から聞いたらもうそういう話ばっかりしてて、あの最終的な寂しいって話をさせていただきまして、今日の仕事もあんまうまくできなかったなって落ち込んでたらしいので、まあいわゆるその仕事のね出来としてはまあゼロと後輩くんに無駄な話を聞かせるというの、まあまあ運転したからチャラかなっていう感じだったんですけども、っていうまあ出張のね日々を送っていたわけなんですけど、やっぱりねもうまとめさせていただきますと、やっぱ適度な時間で帰るっていうのは大事ですねこれねなんかラジオのエピソードになるかなと思ってこう無駄に泥船に乗ってもなんか何もないね正直めんどい、だいぶ足りーなーとは思って、めんでーなーとは思ったんだけど、まあ一応まあ先輩としての建前もありますし、まあまあそのラジオのトークになるかなと思って乗ったは乗ったんですけど、全然もうただただ俺が疲れてるとこを見せるだけという情けない結果になりました。私は痛く反省しておりますけれども、まあ人助けをしたからよしとはしたいんですが、一日一日を積んだところでメディアには出れませんのでね、もうちょっと悪いことをしていきたいかなというふうに思いますので、オチのない話をしてちょっと一日一役を達成してしまいましたので、ここは深く反省しておりませんのでということで、次のエピソードに参りたいと思います。スタジオ VK ラジオ準備室でございます、まあ、先日のノートにもね書かせていただきました。 SNS サービスのねノートにも書かせていただいて、全く話題になってないのでご存知じゃない方もね全員だと思うんですが、ちょっとね、まあ、今年で、まあ、引退しようかなということをですね書いているわけですけれども、まあ、どういうことなんだっていうことね、興味のある方はいらっしゃらないと思うんでね、まあ、一応喋っても意味ないと思うんですけど、一応喋るんですけど、まあやれることは全部やりましたが、全くですね歯が立たないということで、こうローカルタレント難しいということでまあそういうことでございまして、まあですね今年いっぱいで何かしらも根も葉もね、ないということであれば、これは引退せざるを得ないと、黙って映像編集でもやってなさいということですね、思いましてですね、私もこう気づけばですね、もう19の時に、まあ、イベント司会とかをねちょっとやったりとかして、なんとなく20歳くらいの時にこう、まあ、慣れるかなテレビの仕事にとかって思ってたんですよ。で10さらに振り返ると16の時にその放送部に入って、明確にタレントになりたいなというふうに思ってたわけですよ。15、16の時に、まあ、今一線で活躍しているようなラジオパーソナリティですとかアシスタントの方々とかがですね、地元のラジオ番組ですとかテレビのアシスタントみたいに出ていて、いいなと憧れたのがまあきっかけだったんですけど、私はそこから大きくですね、その学校生活自体で挫折をしておりまして、まあ、いわゆるそのタレントさんとしてのまあ人権みたいなものをですね、まあ、獲得しないまま学生生活を終えてしまったので、そこからまあ我ながらだいぶ戻ってきた方だなとは思うんですけれども、まあ戻ってきたところでやっぱり土台が違うのでね、やっぱ慣れないという、もう慣れないものは慣れないんだなということがですね、まあ10年やって分かったわけでございますけれども、もともとねこのラジオ始めた当初の話でいくと、まあ22、23回目くらいに多分ね喋ってるかもしれないんですけど、まあそのもともと養成所に入って箸にも棒にもかからんかったらこれはやめる気はないなという話をしてたんですけど、その養成所自体に箸に棒にもかかる以前に通えないというですね、このご時世でございましてね、緊急事態宣言などがありましたので、そもそももうね実力を発揮どうこうとかの前にね、面白くもない上にスクールに通えてもないみたいな
状態だったので、まあ、結局そのなんていうんですか、まあ、面白くないのは明らかなんですけども、そのランキングが何位くらいなのかも結局わからないまま中ぶらりになってしまったと、いわゆるそのスクールの成績みたいなの出ますけど、僕だけそのオープン参加みたいなね状態ですので、関東学生連合じゃないんだから俺はね、その成績も良くないのに学生連合の参考記録みたいな出されてもっていう話で、まあまあね、僕は箱根出身ではございませんので、そういうね失礼な言動は慎みたいなと思うんですけれども、まあそれね、僕を失礼だと思う人はもうこの世の中にいないと思うんでね、好き放題言わせていただくんですが、まあいわゆるその寿命をですね勝手に僕は伸ばしている状態でございましたので、僕はちゃんとねやっぱそのけじめはつけないといけないなということでね、お尻拭いてないでトレに出るわけにいかないだろうということでございますので、まあ昨年の9月にですね、そのスクールを卒業して、まあ卒業証書は未だに届いてないんですけれども、卒業させていただきましてですね、まあいわゆる事務所に所属になってはいないわけですよ。で、事務所所属になってない人で、まあフリーの芸人とかでねやってたり、まあ別の事務所に所属が決まったりなんていう同期の方もいらっしゃったわけですけれども、まあ僕は結果的に言ったら、まあそのね卒業の段階ではその成績が一番下位だったわけですよ。まあ、下の人はいっぱいいるわけですけども、まあ下位タイみたいなね、状態でございましたので、まあ、はっきり言ったら、まあ全くその面白みもない上に人間味もないということで、でおまけに単価は上がるシステムが私では構築できないということでございましたので、演者以外の仕事でもですね単価上げていく方法がないと、まあ、映像編集はねありますけども、映像編集以外で単価を上げていく方法が演者においては全くないという状態でございましたので、今の現状でいくとですね、この27くらいのですねその稼ぎとあんま変わらないわけですよ。正直、まあ、テレビ局と同じくらいの月収ないし、テレビ局の時より多い月とかもあったりするんですけど、なんていうか、それを求めて私独立したわけではないので、なんていうか、その、まあ、働きありとしてのマックスは出せてるくらいなんですけど、私は経営者ではございませんので、よく言われる、オープニングでも言ったんですけども、その社長にならないんですかとかね、法人にならないんですかとかね、よく言われるんですけども、その経営とかそのビジネスをやりたいわけではなく、まあビジネス やるのは別にいいんですけど、その第一優先としてそれをやりたいわけではなく、演者になりたかったはずなんですよ。ただまあ現状で言ったら演者の仕事がまあここ3ヶ月はまあ確実にない状態、今後のスケジュールを鑑みても、まあ、9月、10月くらいまでちょこちょこスケジュールがあるんですけれども、月2、3回くらい、ね、あるんですけども、今のところね。まあ、それを差し引いたとしてもですね、全くこの演者ではないなという現状がございまして、まあ、頑張っても M1 の1回戦で落ちるくらい相方がね、いない状態でございますので。ってなるとですね、やっぱこの同期のフリー芸人に煽られるのもちょっとね、あの限度があるなというふうに思いまして、これはですね難しいなという現状にあるわけでございます。ですのでこのねラジオもまあ結局寿命を延長しているわけでございますが、よく言ったらですね、よく言ったらまあ続けて強引に続けているという立場でございますけれども、やはりですねもうここ3年ですか、2018年の10月からこういう仕事をしてますけれども、いわゆるその2年目の踏ん切りだと思ってね入学してみる人物もですね増えておりますけれども、これはですね、まあ、はっきり言いますとどっちつかずだということで映像制作に肩を入れてるわけでもないので、そっちの仕事が増えるわけでもなく、タレントっぽい活動もしてないからそっちの活動も増えるわけでもないというですね、どちらもこううまくいってないと状態があるわけでございますね。ですね、これまあはっきり言ってまあ全く面白じゃないということで、まあ、お笑いだったらお笑いに全振りするべきですし、タレントだったらタレントに全振りするべきだということで、まあ来年以降のですね、方針を発表させていただきますけれども、タレントとしてのですね活動が箸にも棒にもかからない場合、貯金を切り崩しつつ1年くらいは YouTube で好き勝手動画を作りたいと思いますこっそり私貯金をしておりましたので1年くらいはですね、このまあ YouTuber とかはやらないですけど、作ってみたかった映像っていうのがいっぱいちょっと私があるものでございまして、一応一発にもですね、私はテレビマンっぽいことをやらせてはいただいていたので、まあ制作してみたい映像とかね、行ってみたい撮ってみたい場所とかって多少なりともあるわけですよ。
まあ、本音を言ったらね、そこでレポートとかできるのが一番いいんですけどね。まあレポートができる実力ではないっていう、人徳もないって、徳もないしね、あとモテるわけでもないし、髪型整えるわけでもないしね、おしゃれなわけでもないし、所得がね言うほどそんなにあるわけでもないしね、お笑い芸人の人脈がそんなにあるわけでもないし、もう学生時代の思い出がそんなにあるわけでもないので、まあね、レポーターね今向いてないということはよく分かったので、まあそれでも多少ね、まあ映像制作プラスカメラマンで多少今くぶくりん仕事させていただいている形なので、まあちょっとでもまあそこが伸ばせたら、まあフリーランスとしてはやっていけるかなというような状態ではあります。まあぶっちゃけね、なんかよくわかんない、まあ映像よくわかんないって言うと失礼ですけど、よくわかんない得体の知れないね、僕がそのお会いしたことのない映像制作者でも若い人がもう増えてきておりますので、まあ正直ね、そこでも戦っていける実力がある段階には正直ありません現状でいくと。なので、その芸能活動を諦めてしまった暁には映像制作をちょっとね、やれるだけやらないといけないなという現状ではあります。といっても、まあ YouTube 編集を誰かから頼まれてるわけでもないですし、自主映画とかを撮れるような機材ですとかノウハウがあるわけでもないですし、テレビ局から仕事をもらって働いてる立場でもありませんし、女の子から告白されてそのまま付き合って映画館デートとかしたわけでもありませんし、ゼログラビティの映画を見た後にショッピングセンターのエレベーターで壁ドンした後に振られたわけではあるんですけれどもってわけではあるんです。そこだけは事実なんですけども、そこ以外はですね、全くお目にかなわない状態があるわけでございまして、やっぱ悪霊がね、私が取り付いているとよくね、昔からいろんなね、あの幼馴染などにですね言われたわけでございます。剥製にしたら面白いとかね、喋んなかったらいい人なのにとかね、口から出まかせばっかり言ってるね、あの体は小さいビッグマウス野郎だとかね、よく言われてきましたので、まあ実際そうですね、まあ、ラジオをですねやっているだけでですね、やっぱ実際ね、このラジオが始まっているわけでございませんしね、このナレーションの仕事が思ったように増えているわけでもございませんし、まあ身長がね、あの伸びているだけで、全くそのスレンダーな体型というわけでもありませんし、ガリガリなだけでね、あの別にガタイがいいわけでもありませんし、食レポをしたいかってね言っている割にはね、あの食欲があるわけではございませんし、そのまあなんか、いや、なんか本当になんか気持ち悪い人みたいなキャラクターアピールしてますけど、実際はそんなに性欲がもうあるわけでもございませんし、まあ十分に睡眠が取れてるわけでもありませんし、まあそうですね、観葉植物を育ててますよみたいなね、あの自然に優しいみたいなアピールしてますけど、だいぶ枯らしてますし、というね。まあ唯一はもうね、健康なだけじゃということで、もうね、これあのクソ製造機じゃないかということでですね、いつまで調子こいてもいけないので、まあ現状だからその映像制作をさせていただいて、2023年はこのままでいくと映像制作を1年ちょっとやってみまして、それでも箸にも棒にもかからない場合はこれもう終わりだということですもう終わりだなというふうになるわけですけども、そっからまあそっから1年もし貯金が貯まってたら東京でお笑いとかやってもいいかなっていう気はしますけど、まあ、それはさすがにちょっとね、もうフリーランスをね 2,3 年やってわかるんですけどね、その無意味すぎるんですよ。なんかその間がいなまりにも別にそのお笑いを始めて1年目とかではないので、もうその自分の実力がどんくらいかっていうのも大体わかるわけで、伸びしろがどうとかね、ネタを書いた場合どうとかも大体わかるので、東京でお笑いやったらいいのにとかね言ってくれる人たくさんいるんですけども、大体もうわかります、実力は分かってしまっているので、それも厳しいなというか分かっているので、まあ来年再来年以降のことはまあ来年考えます。それはね、毎年なんか新しくアップデートをしていけばいいんじゃねえの、今までアップデートしていなかったから。フリーランスの時はね、アップデートはしていたつもりではあったので、月収はそれなりにちょっとずつ上がってはきているつもりではあったので、そこはね、まあお眼鏡にかなっているところ唯一ではあるので、まあ多少ね、仕事はしていけるんじゃないかなと思っておりますが、映像制作で調子こいていくわけにはいきませんので、一応ね、映像編集ソフトのね勉強もちょっとずつやってたりはするんですけども、まあ映像編集ソフトの勉強してますよって言ったところでね、日頃の行いが悪いんで映像編集の仕事が増えるわけではございませんし、タレントとしてのですね、その案件が増えるわけでもございませんし、カメラマンとしての仕事でね評価が上がるわけでもございませんし、ね、口を開けばね、その人の悪口ばっかり言っているということで、業界関係者からね良くない人間だと思われていることでしょうし、昔付き合った人物からはですね連絡が一切取れないというのが4人くらいいるわけでございますけれども、この中にね、まあ、嘘が1個だけあるとしたら、昔付き合った人物は4人ではなく3人だということですね
これはあの多大なる嘘があったわけでお詫び申し上げますけれども、やっぱりですね、僕はやっぱ嘘をついてしまうので、これはですね、やっぱりやっていきたいなというふうに思って、まあ、ラジオにね、こうやって口にすることは言霊ってあると思うんですけども、口にすることによってですね、やっぱ現実にしていきたいなということで、非常にこの消極的目標をね、掲げたのでございますので、一応まあ来年からですね、1月1日からですね、映像制作をね、やらざるを得ないというね、状況に追い込ませていただきましたので、ここでね、どうなるかということでございますけれども、まあ実際にはどういう映像を撮っていくんだっていう話になるわけですけども、私も出ないですね。出ないですね。やっぱり最近この7日間出張しててね、分かったんですけれども、やっぱりね、このバックミラーで見るもう顔がね、もう終わってますね。先日ですね、そのカメラマン仕事じゃないわ、スイッチング仕事があって、で、カメラでね、僕のことを撮ってくれた後輩のカメラマンがいたんですけども、その後輩のカメラマンくんが撮った僕の顔がですね、あまりにももう終わっている。もう芸能人の顔ではないわけですよ。その、ね、顔つきがですね、この頬は痩せこけ、シミは増え、髪型はぼさつき、メガネは似合わず、腫れぼったくね、切れ気味のような顔ね、あれで仕事が増えるわけないじゃないかということで、今年引退ということになりましたので、お過ごしょということでね、皆さんね、もうご存知の通りかと思いますけどね、この発言自体もですね、この話題になってないというのがね、もう現実を表しておりますので、おそらくも順当にいったら今年で終わりかなというふうに思いますので、あともうちょっとの辛抱でございますので7、8、9、10、11、12、半年間どうかお付き合いくださいということで、お疲れ様。悔しいですね。スタジオ VK ラジオ準備室エンディングです。今週もありがとうございました。なということで、まあ、今年いっぱいはね、演者っぽいことをまずなるべくやっていくつもりでは今のところはまずいるわけですけれども、まあ、現状で言ったらね、まあ、9割5分くらいの確率でね、もう今年で終わりになってしまいますので、まあ、YouTube のですね、映像も結構ちょっと撮ってみてます。試しにというか真面目にね、今まで以上にちょっと気合い入れて撮ってます。まあ、手始めにね、撮影したのが、私に仕事が来ない理由5選っていうのをちょっと撮ってみたので。ぜひですね、業界関係者の皆様参考にしていただけたらね、ここだけ目つむっていただけたら私がこう活躍するバーチショットですとかね、コンテンツもあるのかなと思いますので、ぜひですね、ご参考にしていただけたらいいかなというふうに思っております。あとですね、最近ですね、応援してますよとか、言っても、ね、まあ、この YouTube 見てますよとかですね、登録したよとかね、言ってもらえることが本当にないです。ありますのね、下りでね、ないです、喋ってるんですけど。マジでないので、やっぱりこれは一重にですね、私がこの真面目に人生を送ってる感をアピールしてないことの結果に他ならないということでございますね。やっぱこの地元にはですね、やっぱ地域に根ざした活動をしている人がたくさんいるわけですね。この野菜をですね、このうまい具合にね、流通させますですとか、地域とね、その観光を結びつけてツアーガイドみたいなね、ことをこうプロデュースしますとかね、どこどこをリノベーションしますとかね、どこどことコラボしてこんな商品作りましたみたいな、いわゆるそのお金を動かして地域を活性化させている人物がたくさんいるわけですけれども、やはりですね、この秋田という町にとってお金をね、くださいとだけ言っている人、まあ地域のためとは言っておりますけれども、お金をくださいと言っているだけの人物っていうのはですね、非常にこの時代の潮流に合っていないわけですね。大体の人物がですね、この地元がどうこうとかってね、言っているんですけれども、やはりですね、この客寄せパンダにならざるを得ないという固定観念から私が離れられていないんですよね。地域と共にあるタレントみたいなものをですね、タレント像みたいなものを、他のタレントさんはですね、ちゃんとこう形成して活動して、個々のですね、その住み分けを達成しているわけでございますけれども、やはりですね、元からその学生時代からやっぱりキャラクターを形成してこれなかった人物が、タレントという大きい皿にね、何を盛り付けるかって言ったら、盛り付ける具材がなかったっていうことなのかななんて思ったりはしてます。
まあ一応ラジオはね、あの続けられるだけ続けたいな、その今年いっぱいは少なくとも続けられるだけは続けたいなと思っているんですけれども、やはりですね、この養成所のですねメンバーとかもですね、やっぱりまともに聞いていないというですね、あとあの仕事で出会った人物にね YouTube やってますって言ってもこれも聞いてないとYouTube の登録がですねその1週間以内に全く増えてないというのを見ますとですね、やはりこの挨拶するじゃん、その新しい仕事とか挨拶する、で挨拶した人物に、いやタレントやってます、 YouTube もやってるんでぜひと見てください、よろしくお願いしますって、それを見られてないってことは心がこもってないように喋ってるように思われてるんじゃないかなって思うんですよ。そのなんか仕事に真摯に取り組んでいないか、やっぱその信頼されてないっていうことだと思うんですよね。そのお友達になりたいと思わないっていうことだと思うんですよ。そのそれは一重に何ですかね、やっぱり僕が学生時代のお友達はあまり作ってこなかったっていうことによるその影響力、そのなんていうんですかね、集客力のなさ、求心力のなさっていうところと、やっぱその性欲のなさっていうところと、やっぱ学力のなさっていうところと、やっぱ解消のなさっていうところと、やっぱさりげなさ、やっぱこれがあるんだと思うんですね。これがね、やっぱりですね、さりげない心がですね必要だなとは思うんですけれども、うん、あとやっぱりボケ方の下手さなんかボケ切ってないとかね、ふざけ切ってない、真面目切ってない、なんかどっちつかずみたいな感じだったんじゃねえの、知らんけどどうなん、その届いてないからその皆さんに聞くことはできないですけど、この2週間くらいめちゃくちゃいろんなとこに出張していろんな人に挨拶したけど、これ全く YouTube の再生数はおろか、メールの返信も返ってこないっていうのは、これはなぜですかっていうのを教えてくれる人はもういないわけですよ、この町にはね。東北関内には少なからずいませんので、やっぱりこの賞レースとかにね、本当は出てこうやってね笑い芸人の方とかこう出ていくんでしょうけどね、やっぱね賞レースとかがないこのね町においてはですね、またこの出る方法がですねないと、オーディションとかでもですね、やっぱねこの書類からね邪悪なオーラが多分出てるんだと思うので、書類の中で落ちてるということがございますので、この半年のですね、半年になりましたこの命をですね、私もこの決めたらやる男ですからね、決めたらやる男なんだけど、環境がそれを邪魔する10年間でおなじみの私でございますけれども、もうね邪魔されようにもね、もう門が閉めてしまいましたので、これはねこじ開けてくれる人物がいないといかんぞということでですね、僕はもうあの自爆装置をセットしましたので、爆発飛散する様子だけ見ていただけたらなと、顔と名前だけでも覚えないで、肉骨粉だけでも見て覚えて帰ってくださいということで、今週の神山匠でございました。7月以降も頑張りますので、ぜひとも来週もお忘れなくよろしくお願いいたします。まだ生きております。